インターネットテレビウィル増刊号デスクの山根です。今回も前回に引き続き川口真由美さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ドイツではそのアメリカ大統領選についてどういう報道のされ方がされてましたか？ドイツのメディアはもう完全に反トランプですから、だからそれで大統領選についてもね、あんまりね、報道がなかったんでしょうね。なんでって思うぐらい、コロナばっかりやってたからかもしれないんですけど、なくて。で、あとその選挙が終わった後は、もうメルケルがもう胃の一番にバイデンおめでとうっていう電話をしましたよね。でその後もずっと時々報道するとなると、もうトランプのことをもう往生際の悪いやつだみたいな、そっちのそういう報道があって、で今なんかアメリカのことを報道するともう次期大統領バイデンで去りゆくトランプみたいな感じで、もうトランプ大統領とは言わないですよね。で、そのドイツとアメリカの関係でいうと、トランプ政権は、例えば NATO の軍事費の問題とかで結構ドイツをやってましたよね。あとはパリ協定でも、そのパリ協定から、トランプ政権が離脱して、それに関して、メルケル政権とだいぶバチバチやってたような印象があるんですけども、やっぱりドイツとしては NATO に関しては、あれは別にトランプが言い始めたことじゃなくて、その前から言われてたことですよね。だけど、それをはっきりもう一回言ってるっていうことだけだと思うんですけど、あとパリ協定の方は、あれはトランプですよね。でトランプ大統領がもう抜けると、あんなものはお金ばっかりかかって何の役にも立ってないと、ですごい一番お金出してたのアメリカだから、それ抜けられたら他の国はお金がなくなるから困るっていうんですごい怒ったわけですよね。それでそのでもお金がなくなるからとはもちろん言わないから、もうトランプ大統領がこの地球の温度を上げてるみたいな、そういう報道だったんですよ。それで結局あと2017年かな、メルケル首相と李克強が、共同記者会見をしまして、で2人で並んで、で我々が地球を救うんだって言ってやったんですね。もう私ブラックジョーク見てるみたいだったんですけれど、だってドイツは一番たくさん、もう一番ではないけど非常にたくさん CO2 出してましたし、それから中国はね、世界で一番たくさん出してますから、その二人がなんか自分たちがこの惑星を守るとかって言ってるのはなんか茶番でしたけど、それが通用しちゃってるのがやはりコップですよね。ドイツといえば、例えばその再生可能エネルギー、例えば太陽光発電であるとか、風力発電でも一番世界の最先端を行っていて、日本はその再エネ先進国のドイツに見習わなければならないというような、論調を日本でも聞かれるわけですが、それは川口さんから見てどう思われますか？いや全然あれ嘘ですよね。だって日本の太陽光なんて世界で多いでしょ、一番でもないのかな、なんかすごく多いと思いますし、で CO2 だって日本がかなり努力してるから、もともと少ないですよね。だからそれでドイツが環境大国だっていうのは、それは全然当たってないと私は思ってるんですけど、でもアピールが上手だからそういうふうになっちゃってて、で日本人はほら信じやすいでしょ、だからそういうニュース聞くと、いや自分たちはできてないんだ、ドイツの真似をしなきゃって言うけど、ドイツで環境問題とかエネルギー政策で真似ていいものって私はほとんど一つもないと思ってますけど、一つもないですか？でその どこありますそれはドイツ在住の川口さんがもう一番よく知っておられるとは思うんですが、例えば、ドイツに住んでいてその電気料金とかって今ね、めでたく EU で一番高くなりますね。一番高いですか？だからそれで CO2 はほとんど減ってないんですよね。で今今年ひょっとしたら少し減った、でもそれは別に何か努力したからじゃなくて、コロナで工場止まっちゃったりとかして、であと車が走なかったでしょあまり、だから減ってるんだと思うんですけれど、でも CO2 も減らなくて、それで電気料金が高くなって、それでかかってるエネルギー政策にかかってるお金というのがもう莫大なんですよ。それって成功じゃないでしょ、どう考えても。で今になってようやくなんかドイツのエネルギー政策は大失敗であるっていうのがこの頃だんだん新聞で出てくるようになりましたね。っていうのは多分ね、メルケルがもう来年で辞めると、4期で辞めるとしたら
まあ、もうやめてもいいんですよ、16年になりますからね、うん、だけどその前はあまりにもその権力が強くなりすぎてたから、はい、メルケルのやったあの脱原発だとか、うん、ああいうのを批判なかなかできなかったんですね、うん、だけど今ようやくそういうのが声が上がってきてて、いやこれは全然あのダメじゃないかと、うん、で脱原発を22年にするんだけれど、はい、その代替に一体再生可能エネルギーだけでできるわけがないですよね、うん、もう中学生が考えたってそれはできないわけですよ、でもともと風力でやろうって言ってたんですけれど、はい、その風力は北の方でたくさんできるんですけど電気が、はい、で北なんか電気使うところないからね、うん、あの産業があんまりないから、で南に持っていかなきゃいけないんですけれど、その電線ができてないとか、うん、であと風力電気だって今ねもうね風車がね ドイツ全部で3万本も立ってるんですよ、だけどもし原発を今あと6基か7基今残ってるんですけど、あれを本当にあと1年半あ2年で止めるとしたら、そしたらまだ何千本も風車を増やさなきゃいけない、うん、でも増やしたって運べないんじゃしょうがないでしょ、だからなんていうのかもう行く場所がないぐらい困っちゃってるんですけれど、うん、でそして結局あの再生可能エネルギーでダメだったらば火力で代替しましょうってことになるに決まってるでしょ、だから一生懸命ガスのあの発電所今建てたりしてるんですよね、うん、石炭建てるわけにもいかないからっていうので、だけど石炭も止められないと思うししばらく、うん、でガスもガス作ってると、うん、そういう状況、ただあの緑の党がすごく強いしにドイツ人は原発嫌いだし、だからで火力も CO2 出すからダメって言ってるから、火力も38年に止めようって言ってますから、うん、原発止めて火力止めてじゃあどうするのって言うと誰もまだ何にもわからない状態、うんうん、であの政治家は綺麗なことばっかり言いますけれど、はい、でも38年で今の政治家がやってるわけないからみんなね、うん、一言なんですよね、うん、だからその時になったらまたどうにか変わっていくんでしょうけどね、うん、っていう状況だから日本は真似することはあまりないと思います、うん、真似しない方がいいと思うんですが、でも日本の政治家でもやっぱり2030年までに原発ゼロとか、まあ、特にまあ野党で自民党の中にも一部そういう方がいらっしゃいますよね、勉強不足ですよね、うんうん、できないと思います、うん、でだって CO2 減らそうって言ってんのに、はい、だ原発は CO2 出さないんですよ、それをやめちゃって CO2 減らすっていうのにじゃあ何で減らすんですかってことですよね、うん、だから今の技術なかなかその蓄電池の技術がまだまだな中で、そう原発その CO2 ゼロイコール原発ですよね、うんうん、なんでそこを全く理解せずに、そうなぜかその CO2排出カットという人たちは同時になぜか脱原発も志向している方が多い、不思議。でもそうドイツもそう、うん、原発をねあの 使わないっていう理由がドイツっていうのは希薄なんですよ、うん、っていうのは安全になるわけないじゃないですか、隣国境を越えたところにいっぱい周りに原発があるわけだから、はいはい、あんなのどっか事故が起こったらドイツだって別に安全じゃないからね、自分たちの国土に なかったってでもそれ安全にならないですよね、はい、だからで日本は津波でやられたからって言ってそれでメルケルがなんか突然、じゃあ22年までに全部やめるって言って世界中の拍手をこうね、うん、拍手喝采に受けたんですけれど、でもドイツ津波ないですからね、うん、それからなんかあの地震もない、だから なんで止めるかよく分かんないんですけれど、こうメルケルさんって思いつきでいろんなことを言ってるんですかね。いや元々ねあの人は原発嫌いだったんだろうって私は思ってるんですけれど、うん、だから福島を見てあの止めたっていうよりもともとあんまりだから左翼の考えですよね、うん、原発嫌いっていうのは、だから彼女はそうだったんだと思うのが一つと、それからあの当時あのメルケルはチェーデウー の政策でこうあの原発容認だったんですよ、だからずっと容認容認って言ってたんだけれど、はい、それ言うと国民が原発嫌いだからドイツの国民はだからこう票を取れないっていうのがあったから、だからあのいい機会だと思ってバンと変えたんだと思いますけど、うんうん、まずここら辺は、ね、詳しく言うと長いから省略しましたけれど、
だから自分の延命っていうか、うん、あの自分の政権をの救うためっていうのはすごく大きかったと思う、うんうん、ポピュリストじゃないですか。そうですよ、うん、やってることみんなポピュリストですよ、うん、それなのにその AfD っていうドイ、うん、あのドイツのための選択肢なんかのことをポピュリズム党とかって言うんですよね、うん、どっちがって思うんですけどね。メルケルさんってちょっと話変わりますけど東ドイツ出身ですよね。そうですね。で、物理学かなんかやってたんでしたっけ。そうですね、うん、なんかその何でしたっけ、家族関係とかでなんか、ね、左翼の家族がいるとか、メルケル、もともと、はい、あの生まれたのはハンブルグとか西なんですよね、で生後本当に数ヶ月だかのもう1ヶ月ぐらいの時に、あのその頃ってみんな東の人が慌てて西にこう移住してた頃ですよね、だんだんなんか怪しい感じでソ連の影響が強くなってきたからっていうのでみんな逃げ出してた、その時にメルケルのお父さんっていうのはあの東に行ったんですよね、あえて東に行ってなんか怪しいですね、それであの彼は牧師なんですけれど、だけどあのものすごくやっぱり政権とつながりのある牧師だった。ただね、やっぱりああいうところでこうキリスト教を守ろうと思ったら、まあ、政権といい関係じゃないと力が発揮できないか、何もできないからっていうそういう理由ももちろん言い訳ももちろんできると思いますけれど、だからどこら辺までが本当かわからないけれど、でも彼はね赤い牧師って言われてた人なんですよね、で完璧な社会主義者だった、だから統一の後もメルケルがツェーデウーのに入ってその後党首になり首相になるわけですけれど、お父さんはずっと最近亡くなりましたけどずっとあのSPで社民党だったんです、お母さんも社民党でそれも地方議員になってますね、だから完璧な社会主義者のお家で育った人がメルケルですね、なるほど、だからもうルーツとして、まあ、やや左寄りの人ではあるんと、だから心の中は社会主義者なんじゃないかなと思いますよ、メルケル、まあ、でもそうですね、まあ、いろんな政策を見てる限り、あのね、最初はもちろん、あの保守の政治家としてデビューしてますけれど、でもね、あの自分が本当に力を持ち始めたここ10年ぐらいですね、政策ドイツの政策がどん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 左になってますでしょ、だから脱原発もそうだし、あの男女同性婚を、なんていうの、あの正式な結婚に合法化するもそうだし、軍隊なくしちゃったのもそうだし、まあ、いっぱいあるんですけど難民もそうですよね、全部そのやっぱり、左の政策じゃないですか、それをやってきたのが今10年ぐらいのメルケル首相ですよね、だから元々のその保守っていう保守の人たちはなんか困っちゃったわけで、自分たちの党がどん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 左に行くからっていうんで、そこの間がポコッと空いちゃったから、で困っちゃったそこのところに AfD が入ってきたんだと思うんですよね、だから AfD がすごく右なわけじゃなくて、ちょうど場所が空いたから入ってきたみたいな感じに私には見えますけど、なるほど、ということで、まあ、今回、川口さんに、まあ、コロナ対策、エネルギー問題、そして、まあ、移民難民問題についてお聞きしましたが、まあ、日本人の中にある種 のドイツ侵攻みたいなものがあって、でヨーロッパの中でも一番やっぱりドイツって先進的で、非常に、まあ、世界をリードするべき国だみたいな、そういう、まあ、幻想があるんですけども、まあ、今回そのドイツ在住の三十何年も、住まれている、川口さんのお話聞いて、まあ、そうでもないなと、やっぱり、ドイツが今力を持ってきてるっていうのは確かだし、それであのいいところもあるんですよね、だから私だって別にエネルギーとか難民の話じゃなくて、音楽の話してくださいってもしおっしゃったら、私多分いっぱいいいとこ言えると思うんですけれど、でも今の政治はとってもね、真似しちゃいけないことが多いと私は思ってます、ということで、まあ、次回は、まあ、音楽、芸術の話をぜひしていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。